どうも斉藤真一でございます。はい、というわけでサムネにあった通り、この斉藤真一の笑いと文学始まりまして、チャンネルを創設はね、実はちょっと前なんですけども、初めての動画をアップしてからはなんと今日で丸4年経ちました。4年やってる。41歳の時に始めたんですね。うわー、そうかね、40代からまさかこんなことを始めるとは思わなかったですね、本当にね。で、まあ YouTube っていうのは実はやりたいとずっと思っていたんですけど、なかなかね、こう思い越しが上がらなかったんですけど、まあだから、この多分なんていうんですか、アカウントというか、自体はですね、ゴールデンウィークに作ってるんですけど、まあ実際そこから4ヶ月ぐらい経ってから始めたということで、最初の頃はですね、斉藤紳士録というチャンネル名だったんですよ。というのはもう僕はね、昔からブログを書いたりだとかなんだとかっていうのは全部斉藤紳士録っていう名前にしてたんで、めんどくさかったんでとりあえずそうしたんですけど、で最初の頃はネタをねものすごいアップしてたんですけども、100本ネタをやってからはまあ止めて、またやりたいなとは思ってはいます。はい、あれをやるとネタを作るんで、今ネタを作らないんでね、作れよバカということなんで、あのちょっとやりたいなというふうには思っております。はい、で、あのまあ紳士録として始めたんですけども、文学のことをやっぱり取り扱うようになってからチャンネルとして一気にね、まあ視聴数が伸びて、というところに来ました。で今日から5年目に突入するということでございまして、まあ当初から目標にしていました1万人まだいかないな、でも来年の今頃には1万人出てほしいんだ。今7000人なんとか到達いたしました。8000、9000、1万、あと3000人、なんかバズらないかなとやっぱ思うんですけどね、それを言うと必ずあのコメントで、斉藤さんあなたがね小説家としてデビューすればと言われますけども、デビューしても3000人いくかなとはちょっと思ってるんですけども、でももうコツコツやりながら、どっかでちょっとずつバズりながらね、何かでこうバズりながらいけたらいいなというふうに思っておりますけれどもね、まあで驚いたのが、リニューアルしたのが1年前なんですよね。それを思うとものすごく濃い1年だったなと思います。やっぱり年を取るとね、人間ってこう1年が早く感じる。まあそれは本当に数学的な問題で、例えば5歳ならば1年って5分の1だからやっぱり長く感じるけれども、40歳だったら40分の1だからそれは短く感じるわなっていうところなんですけども、体感としてもね、ですけどもこの1年まあ早かったとは思うんですけども、リニューアルから1年ですって言われると、あ、罪と罰から1年、いやもっとやってるような気がするなと。それまではそこまでね、芥川賞受賞作紹介シリーズ以外はあまりその読んだ本を紹介するというのはやってなかったんですけれども、まあ今年になってから海外文学もいくつも紹介しましたし、近代文学、まあ最近ちょっとやってないぞと言われるかもしれませんけれども、あの今あの鋭意制作作成中ということで、あのものすごく作ってるんです今、あの頑張って、はい、なので、あの近々ドカンドカンドカンといけると思うので、あのもうしばしお待ちくださいということでございますけれども、でもね、ね、1年かと思って、この1年でだいぶ読んだなと、再読も含めるとね、思います。なので、まあ、自分なりには頑張ってちょっと前進はしているかなというような感じでございます。はい、というわけでございまして、このまあじゃあ1年での目標ということをねちょっと、考えようと思います。まあまあまあこの来年の9月14日までとりあえず生き延びるということですまずね、目標と生き延びる、そしてもう一つはですね、やはりもう小説家になっている来年の今頃には、そして、もう一つはチャンネル登録者数1万人、この3つ叶えたい夢がある。生き延び、とりあえず人間生き延びないとダメなんでね、生き延びて小説家になって1万人、はい、ここはですね達成したいと思います。はい、達成します。はい、したいとかじゃない、します。はい、なのでね、この1年間も何卒よろしくお願いいたします。そして今年というかこのね5年目もですね、ガンガンもう4年目、去年の1年間、この1年間以上にガンガン小説を紹介できればいいなと、
まあ、つまりはよく読んで、よく咀嚼してでアウトプットするとい う活動をこれからもきちんとしたいなというふうに思います。やっぱりね、視聴回数に惑わされてはいけない。初めて思ったんですよ、去年からね、そのリニューアルして罪と罰だとか雪国だとかなんだとかブワーってやった時に、そんなに思ったほど伸びないんですよ。あれ、思ったほど伸びひんぞこれ、視聴回数はね、1000回全然いかないじゃないか。でも動画視聴時間がものすごい伸びたんですよ。だから、まあ、変な話、やっぱりその一つのそのバロメーターとしてあるのが、まあ、収益金がどれだけあるか、収益がどれだけあるかっていうことなんですけども、変わらないどころか上がったんですよ。視聴回数下がってるのに上がるの、視聴時間が長いから。だから見てくれる人は見てくれるんです。正直言います、僕が4回に分けてやった100年の孤独の動画、むちゃくちゃ今回ってます。思った通り、アップした当初は全然やったのに、今もう100年の孤独ね、4つに分けたんですよ。全部見るの2時間かかるんだ。何やってんだ斉藤慎一と思ったかもしれないですけど、こんなに事細かにストーリーを追いかけた動画は他にはないんですよ。そこまで読み込んでる人いないから。で、でも読み込んでる人はいますよ。読み込んでそれを動画にしてる人がいないから。だから正直100年の孤独の1個目の動画なんてもう3000回、もう4000回近いと思うんですけども、ぐらい回っております。恐ろしい勢いで伸びてるんですよ。やっぱり思った通りね、100年の孤独読んでて、ああわけわからん、ちょっとどっかでやってないか動画って見た時に、こんだけ細かくやってたら見てくれるんですよ。でもちろん4まで作ったんですけど、4までもがっつり見られてるので、これも置いていればどん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 ね、視聴回数伸びると思うので、頑張っていきたいと思いますけど、はい。というわけで、まあ、そういうような動画をたくさんこのチャンネル内に置きたいので、これからも頑張っていきたいと思いますし、5年目、ね、この1年で公約というのを必ず果たしたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。はい、というわけで今日は以上でございます。どうもありがとうございました。